ですね、やっと新居の、外構がこんな感じで見えないか、ね、コンクリート固まって車が入れられるようになったんで、こいつビートルね持ってきて洗車しました。これケルヒャーをねちょっと試してみて、これなんか K2 シリーズのクラシックっていうやつで、すごくコンパクトで1万、ホームセンターでディスカウントしてて1万2800円だったかな。通常は1万5000円ぐらいなんですけど、まあなんか値段の割にすごく使いやすくて、まあ、軽いんでコスパはなかなかいいですよね。ケルヒャーまあ有名だし、あとなんかこういうのがついてきます。カーシャンプーとか、まあ、ブラシとか、うん、すごく使いやすいかなと思います。で、暇なんでちょっとビートルの紹介でもしようかな。はい、でビートルなんですけど、まあ、僕のは73年式の、1303S のディーラー車で、国内で3オーナー目だったかな、俺が買ったので。でまあ変な改造なんか一切なくて、あのもう完全なフルオリジナルで、当時の、ディーラー整備の記録なんかも残ってて、すごくいい車だったんで、まあでこれに、チューニングエンジン乗せたくて、エンジンと別で車探して、でまあ同じお店でこの車が委託で出てたんで、乗せ替えてもらったんですけど、まあ特にあの外観は、何もやってません。こんな感じでもう完全ドノーマルで、ね、ちょっとフォグランプとか、これもなんか当時のマーシャルなんですけど、当時のオプションって言ったかな、まあ、なんかあんまりないサイズで珍しいって言ってましたね。よく知らないんですけど、あとヘッドライトもマーシャルになってるから、これマーシャルなのよくわかんないけど、うん、でまあサーフィンとか行くんでね、ルーフラックも後で買ってこれはつけたんですけど、まあ外観がね本当何にもやってないですね。まあ強いて言うと、買った時はあの ATS のホイール入ってたんですけど、なんか僕は純正が好き で純正の鉄チンホイールを探して、買いまして、黒く塗って、ホイールキャップつけてるんですけど、確かこの年式の鉄チンは純正だともうちょっと外に出るんですよね。 ET34 だったかな。で僕ちょっと奥に引っ込めたかったんで、この年式の設定にはない ET41 っていうオフセットのホイールを探して履かせました。でタイヤサイズはリアは純正と同じぐらいかな、同じかな、スニーカーブリジストンので、フロントは、まあ、今後もう少しちょっとフロントはローダウンするかもしれないんで、まあ思い切って細いタイヤで135履いてますね。難関だったかな、うん、もうちょっとだけフロント落としてもいいかなと思ってます。であとは、ちょっと開けてないけど、フロントフードの中ね、ストラットバーだっけ、なんだっけ、あ、タワーバーか、タワーバー入ってます。でまあこれが僕がこの車を買った時に乗せ替えてもらったチューニングエンジンなんですけど、まあ、詳細はあのまだよく知らないんですが、エンジンスペックはおそらくフラット43で、コンプリートされているあの 2007cc のエンジンとほぼ同スペックで聞いてます。でキャブはウェーバーの、48の IDA イタリーで、これなんか普通につけちゃうと
やっぱりちょっと大きいらしくて街乗りがしにくいので、組んだ、ショップの話だとベンチュリーちょっと加工して絞ってるみたいな話してましたね。なんで、まあ、特に乗りにくい感覚はないんですけど、まあでもやっぱりダラダラ走らせてるとねちょっとかぶり気味になってくるんで、乗り方は少しなんていうかコツがいりますね。まあそんな気使うことないですけど。で、マフラーが CSP の Python マフラーってやつで、まあ、これとどうもそのウェーバーの組み合わせがすごくいいっていう話で、今んとこ乗ってるんですけど、まあでもチューニングエンジン僕これしか乗ったことないんで、とにかく速いですね。1600なんかとはちょっともう比べ物にならないぐらい、下もあるし、トップっていうか、まあ、最高速はチャレンジしたことないですけど、まあ3速ベタ踏みすると本当、このルックスからは想像もできない走りをしますね。タイヤ もう簡単になくし、とにかく車体も軽いんでめちゃくちゃ速い印象です。あとまあストラットビートルってあのギア比が結構ハイギアードで、街乗りだとね3速でも十分って感じで、4速だとちょっとダラダラ走り出すとあのかぶり気味になるような感じがあるんで、街乗りは3速で十分ですね。なんで逆に高速はすごく、楽で、ストレス全然感じないですね。もう追い越し車線もバンバン行けるし、本当に気使わないですね高速は。これちょっと結構評判いいんですけど、うちの屋号とホット VW を、合体させたステッカーで、どうしよう、まあ、あと内装はそんなねいじくってはないんですけど、まあ自分でこんな感じのカーペット作って引いてて、あとは何だろうな、これかハーストのノブだけ65年かなんかの純正シフトノブにして、あとはステアリングか、これ結構僕お気に入りで、このモトリタのホースポックで、ウッドでのレザーなんですけど、すごくあの握りも良くて大きさも良くていい感じです。まあ内装はそんぐらいしかやってないんでまだ何にも飯食ってないんですけど、まあシートはちょっと今、うちのお店で開発したバケットシートがあるんで、それをそのうち、くっつけようと思ってるんですけど、まあちょっとねやっぱ一筋縄ではつかないんでなかなかサクッとはいかないんですけど、まあそれやっても終わりかな。この車はもうあとルックスはこのまんまで、まあ多少フロントローダウンするとして、やっぱもしあるとしたらまたエンジンですかね。なんか今すごくストリート用のカムが入っててパワーは確かにすごいあるんですけど、なんかもうちょっと過激に振っても面白いのかなと思って、カム結構いかついカム入れるとまた全然違うのかなと思って、まあしばらくはこれで遊んで乗ろうかなと思っています。ポルシェホイールとかもね考えたんですけどね、なんかこのやっぱ全くもって速そうじゃないこのルックスがねなんかいいんですよね。あとこれ僕の、株です。モトクロスやってる時のこれも、復活させてまた乗ろうかなと思ってます。あとはね家の方はこのもう、土のところに木植えたりしておおむね完成って感じなんで、いやーいろいろ大変だったな。まあでもやっと無事になったんで頑張って仕事しましょう。で、あ、そうそう、ガレージの中はね、こんな感じで、まあお客さんのもんとかまだちょっと片付いてるんですけど、もうちょっと綺麗にして、
外にね物置置こうかな、うん、そんな感じで、またあとそう、まあなんか仕事に関しての問い合わせが、いくつかいただいていて、まあ、メールでもいいしコメントでもいいんで、シートの張り替えとか自動車の内装のことに関しては、全然相談乗れますんで、お気軽に、メールなりなんなりください。